までずらしたと思ってください。今日は夏におすすめのアルペジオマイナートライアルですね。ご紹介するやつを先に演奏しておきますと、ここの Am なわけですと、ここの Am、 ちょっと見慣れない形かもしれませんけど、会話弦を含む Dm の形ですね。これをまあ人差し指8フレット、中指9フレット、薬指10フレットにまでずらしたと思ってください。この形2つつなげてるだけですね。で最後に5度を追加するという形なんですけども、メジャーの時にもやりましたように2つのアルペジオをつなげてるだけですね。で当然トライアドですので、 Am だけじゃなくてキーが C だったら Dm、Em にも応用できると。 Dm だと12フレットからですね。 Em だと14フレットから。としてはアルペジオを練習するときにこうルートから練習してしまう人が多いんですけども、このアルペジオはね5度から開始してる。これがポイントですね。 Am の構成音というのは ACE ですね。その E から始まる EAC の順番で弾いてるんです。これ第二展開形っていうんですけども、ギターで最も弾きやすい形ということを覚えておくといいと思います。でトータルギターメソッドにはですね、このような基本的なアルペジオを覚えたら次のコンテンツでそれの応用をしていただくようにプログラムにしております。でアルペジオ編に限りましてはですね、アルペジオ その基礎練習だけをしてどうやって使うかわからないっていうのは結構もったいないので、すぐに知識がまだ温かいうちに実践をしてしまおうっていう魂胆といいますかを狙ってそのようにプログラムしていますので、ぜひトータルギターメソッドの会員様はですね、新しいの2コンテンツで1セットとして捉えていただくのがいいと思いますので、ぜひそのように練習してみてください。何か質問ありましたらトータルギターメソッドの質問スレッドからお待ちしております。まだトータルギターメソッドお持ちじゃない方はですね、アルペジオ編はサンプルとして書籍もお求めいただけますので、予算がない方はですね、Amazon の方から書籍の方こちらですねお求めいただければと思います。で本編の方をお求めいただいたら、私が個人的に1000円の Amazon ギフト券を差し上げてます。定価は2200円なんですけども、1200円でお求めいただけることになりますので、ぜひご利用くださいませ。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。